外国語学校は1873年4月8日の学生2編追加により制度化された中等あるいは高等相当の教育機関。幕末期から明治新期にかけ全国に観光私立の外国語学校が多数設立されたが多くは廃止された後旧制中学校に転換され東京、大阪の管理3校のみが高等教育相当の機関として存続した。 このうち東京外国語学校を除く2校は、高等中学校、旧成高等学校に改組された。歴史的に見れば、同時期各地に設立された医学校と並んで、私塾、藩校、洋学校に代表される、江戸時代の教育機関と、明治時代以降の旧成中学、旧成高校の間の過渡的な機関と位置づけることができる。幕末以降、 明治新期に至るまで国内各地で成功した洋学塾、洋学校は、1873年4月の学生に変追加により、外国語学校として制度化され、小学校卒業者を入学対象とし、一つには通弁要請、二つには専門学校の予備教育を行うものと定められた。これにより同年中、規制の教育機関を外国語学校に転換して、 東京外国語学校、海明学校、幸運学校が設立され、翌千八百七十四年には、愛知、広島、新潟、宮城の管理つ外国語学校四校が新たに設立された。ところが、当時の外国語教育の中で特に盛んだったのは、英学であったことから、上記、専門学校の一つとして発足した改正学校が千八百七十三年に、履修。 教授言語を英語に限定する。これに合わせて同年末に東京外国語学校から英語科を東京英語学校として独立させ同時に大阪、長崎、愛知、広島、新潟、宮城の7管理つ外国語学校も英語学校と解消した。この結果、各学校は専門学校進学者への予備教育のみを行う機関へと改変された。 1875年には、外国語学校は、最盛期に達し、上記の管立発行に加え、公立発行、私立86校に上った。しかし、西南戦争後の財政難により、1877年2月、愛知、広島、長崎、新潟、宮城の各英語学校は廃止、東京、大阪の英語学校はそれぞれ、東京大学予備門及び、 大阪専門学校に改祖され、第一高等学校、第三高等学校の前身となった。また文明開化の体調や公立中学の拡大も影響して、他の私立外国語学校、私立英学塾もこの頃から急速に減少していき、地方の私立外国語学校の多くは私立中学に転換された。 残る東京外国語学校も1885年には東京商業学校に並行され、管理外国語学校は一時消滅したを果たし、専門学校例による旧制専門学校となった。天野育夫の指摘によれば、結局のところ中途で挫折したとは言うものの、明治初期の管理外国語学校は全国に配置されたという点から見て、 その後の大学予科としての旧制高等学校の先駆と見ることができる。1873年8月設立。安政三年設置の幕府版書調べ書を源流とする大学南校を改編した改正学校のうち語学課程を分離、これに加え外国語学書、ドイツ学教場などを統合し設立された。当初は A、仏、読、清。 どの語,語学科を設置していたが、1874年12月には、このうち英語科が、東京英語学校として独立。その一方で、外務省、看護学省を統合し、朝鮮語学科を新設した。しかし1885年には、独・仏語学科が、東京大学予備門に移管されたため三語学科になり、同年東京商業学校に事実上併合されて、 旧外語学校は同校の第三部となった。翌1886年語学部は廃止され、1899年の復活まで東京外国語学校の名脈は一時途絶えることとなった。1874年3月設置。同年5月に名古屋七間町の整備学校の校舎を譲り受けて、愛知外国語学校として発足し、 1874年12月に愛知英語学校と改称した。整備学校は1870年6月に設立され英語、フランス語を教えた終わり半々校を通称、洋学校を源流とした。同校が1871年に廃藩地権により廃止となった後も、学校は名古屋県に引き継がれて洋学校と呼ばれ、 翌1873年6月にフランス語科が廃止され、整備学校と改称した。1874年9月に廃校となり、愛知外国語学校に吸収された。主な卒業生に加藤孔明、双葉亭氏名がいる。愛知英語学校は通訳を目指す講師と語学を修了して、専門学科に進学する学生を教育するおつしに分かれていた。 明治9年の生徒数244人。主な卒業生に、坪内商用、海軍大将、八代六郎がいる。外国人教師が多く、経費がかさんだため学校を東京に集中することになり、1877年2月に廃校となったが、愛知県が文部省から校舎、施設を譲り受けて、愛知中学校を開校、1899年に、 愛知県第一中学校に改称現在の県立朝日川学校の前身となった。1874年3月設立。同年12月広島英語学校と改称され、1877年2月の廃止に伴い、広島県に移管され、広島県英語学校と改称された。その後さらに、広島県中学校に改編され1922年に、 広島県立広島第一中学校と改称、現在の広島国体寺高の前身となった。1873年、幸運学校として設立され、翌1874年4月には、長崎外国語学校と改称された。1858年設立の幕府直轄、英語伝習症源流都市、その後の改変を経て慶応4年4月、 明治新政府に接収され和解用産学を講じる幸運館として改編されたものが外国語学校に再転換された。1874年12月長崎英語学校と改称され、1877年2月の廃止に伴い長崎県二館、長崎県立長崎中学校及び長崎県立長崎商業学校の前身となった。 1874年3月設立。同年12月新潟英語学校と改称され、1877年2月の廃止に伴い県立新潟学校に合併、ついで新潟学校中東部に改編されたが1887年に廃止された。1874年3月設立。同年12月宮城英語学校と改称され、1877年2月の 廃止後は、県立仙台中学校宮城中学校、宮城県人城中学校と改編され、1888年廃校となった。明治6年、開明学校として設立され、翌明治7年4月、大阪外国語学校と改称された。明治2年設立の大阪生未局及び大阪洋学校を源流とし、翌明治3年10月、 両者の統合で設立された大阪改正省外国語学校として転換した。1874年12月大阪英語学校と解消され、1879年の廃止後は大阪専門学校へと転換され、第3高等学校の前身となる。なお、専門学校令による大阪外国語学校との直接の継承関係はない。明治7年12月、 前期の東京外国語学校から英語科を分離し設立され、東京改正学校への予備教育課程として位置づけられた。後、1877年、東京改正学校科と統合されて、東京大学予備門となり、第一高等学校の前身となった。ありがとうございます。